代にあえて紙媒体から誕生したアイドルがお送りするトークありライブありの盛りだくさんの30分番組です。今回 MC を務めるのは、はい、ホップステップスマイル、みんなで作ろう笑顔の輪、あおいたんこと南波あおいです。あおいたん。そして、はい、ラックアイドル編集部福島県出身、福島県のリンゴが家にいっぱいあって毎日1日1個リンゴ食べてます。いいな。編集部の福島くんです。よろしくお願いします。ゆうさーん。ゆうさーん。はい、そしてきらめくハートはダイヤモンド、踊りは任せて軟体少女、ゆずちゃことかわいいゆずかです。ゆずちゃん。突撃爆笑破天荒笑顔の花火がドッカン、まいにゃんこと天野真由美です。まいにゃん。はい、ミラクルくるくるくるりんぱ、予測不能の和風女子、ゆりぴんこと西島ゆりです。ゆりぴん。ちょっと速度速くなったよね。思いました。今思いました。0.85 ぐらいになったかもしれない。ちょっと速い。私たちラックユアイドル編集部は、ラックユアイドルパスという業界初のアイドルクーポン誌で活躍するペーパーアイドルです。そしてこの番組は浜松町の文化放送1階のサテライトスタジオから毎週公開収録でお送りしてます。はい、ということで、まあ、ゆさん、さっきも福島の話題がちょっとありましたけども、はい、なんか福島フェスのお手伝いに行ってきたということで。そうなんですよ。あの、実はその六本木ヒルズで先週開催された福島県の物産とかカルチャー音楽とかをひとまとめにした観覧無料の大きなビッグイベントが実はありまして、そちらにやっぱ福島って名乗ってるからには呼んでもらわなんないなと思って行かせてもらったわけなんですけど。さすがです。イエイ。さすがでございます。どんな感じだったんですか。この日なんですけど、はい、いつもあのお世話になってる芋栗佐太郎さんっていう福島県の名家と、はい、あと福島の霊前漬けってめっちゃ有名なお漬物と、あとラジウム卵っていうね、あの飯坂で有名な温泉卵の企業さんのブースの横で、私も実はちょっといろいろ売らせてもらったんですけど、何を売ったかというと、もしかして、はい、前回の生誕で売らせてもらいました福島ゆかのゆすまい。福島ゆかの持った。美味しかったですね。ゆすまいめちゃめちゃ美味しかったです。食べました。早いね。はい、なんかどうやって食べ方が分かんなかったんですよ。あのパックになってるじゃないですか。どういうこと。だから普通にお米ですよ。あ、そうなんですか。あれはやっぱ炊き直さなんか炊かなきゃいけないんですか。当たり前だよ。なんかと思って全部お母様に任せてやってもらったので、ちょっと普通の米だ。食べました。私は食べる線なので。やばい。福島のコシヒカリだばいということで、それをねちょっといい感じに売らせてもらったりとかして、あとメンバーの渡辺有沙ちゃんも来たんですよ。実はなんか写真見ました。でもなんかすごいなんか福島のお酒を飲みながら半分酔っ払いのノリで絡んできたのですよね。ありねらしくやってきてね、あの福島県民結構気が弱いね方が多いのでね、ありねのそのね、そうなんですよ。私は違うかもしれない。ありねのノリにねちょっとビビってた方もいたかもしれないんですけど、やっぱ東京の人も一緒にまとまってね福島県を東京で体感しようっていうイベントは、おかげさまでね全てのものが完売して大成功しました。おお、おめでとうございます。素晴らしかったです。いや、なんか福島っていうとやっぱなんか私行ったことないんですよ、まだ人生で。え、ない人。はい、ない。え、嘘。この前行った。嘘。1週間半ぐらい前に行きました。かわいいやつ。かわいいやつがあるんですよ、有名なね。あの、なんかちょっと福島の知識教えてほしいんですよ。なんかお土産はこれを買えとか、なんかここに行けみたいな知識が欲しい。確かに知りたいですね。やばいね、こんなにみんな行ったことないんだ。一緒に行きたいです。人生の中でね、本当にね毎月行くべきだよ。毎月ですか。でも来月皆さんもしかして来れるかもしれないじゃないですか。いや、勝手に行くけど予定は当てちゃうと思うんですけど、生誕ありますね。生誕公園そのままだってゆっさん家に泊めてくれるんですね。ゆっさん家しかやばくない。こんな何人も大丈夫かな。下宿じゃないんですけど。確かにいいですよ。あの庭とかにねちょっとテント張って行きますか。福島県めちゃめちゃ寒くないですか。今寒いですよね。ですよね。死んじゃいますね。多分雪が降ってると思うんですけど、でもすごいお土産とかもいっぱいあるし、でも何よりやっぱ福島ゆかが名産なので。さすがや。そうですね。やばいな、あげられちゃうんだこういうとみんな。はい、ぜひまた会ったら皆さんに来てほしいなと思います。はい、みんなで福島行きましょう。はい、はい、そして今週はですね、後半で SIR の9期候補生が登場しますので、初のランキング発表
表。これあるんですね。ドキドキなんですよ。皆さんお楽しみに、うん、はい、では今夜も行きますよ。そうですね、はい、それでは今夜もペーパーアイドル発行します。サンスポ PS リポートラックユーアイドルパスの提供でお送りします。業界初クーポン付きアイドル専門誌ラックユーアイドルパス。東日本版と西日本版が絶賛発売中。掲載アイドル使えるクーポンは合わせて全100組以上。作っているのはラックユーアイドル編集部。詳しくはラックユーで検索。ラックユーのペーパーアイドル。まずは最近の活動についてお話ししていきましょう、はい、ということで最近で言えば、うん、11月18日にラックアイドルフェス in 新宿レニーがありましたね。ありました。ありがとうございました。楽しかったですね。この日はですね、まあ、あのラックアイドルパス最新号の、うん、あの表紙のフェスティブさんをはじめ、うん、まあ、今回もうたくさんアイドルさんが出てくださって本当に、うん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 、なんかこの日は何をやったぞって言える人、はい、おアイドルパスを売りました。めっちゃ売ったよね。売りました。そして名刺も配りました、たくさん。そうですよ。いいことです、いいことです。でもめちゃめちゃ売れましたよね。はい、めちゃめちゃ売れました。そうだな、でも結構頑張ったんですよ、はい、ここ結構販売一緒にやってて、ね、はい、もう前にはめちゃめちゃね、やっぱ売るのうまいんですよ。そんなことないですよ。トーク力が、トーク力はあるかもしれないです。そう、はい、人を引きつける何か思ってるんだね。どこで引きつけてきてるんだ。本当にありがとうございます。いや、引きつけられてください。もうもっと来てください。結構売りましたね。はい、売りました、うんうんうん、でも結構なんかあれですよね、やっぱ初めてなんかアイドルパスを見たっていう人も意外といますよね。結構いました。ちょいちょいいるのかな。確かに初めてラックアイドルフェスに出た方のファンの方は特にそうかもしれない。これ何なのとか聞いてくるファンの方も結構いらっしゃって、まあ、説明しましたよね。西と東に分かれてましてみたいな、うんうん、めちゃめちゃ頑張ってました。はい、めちゃめちゃね、でも売れたので、はい、皆さんのおかげかなと。皆さんまだまだ販売中なので、ぜひゲットしてください。ぜひぜひ買ってください。はい、そしてまあ一方で、まあ、私とゆずちゃんとゆりぴんで、はい、あのちょっと裏方の方にいまして、うんうん、そうですね、あのツイッターであの、まあ、見ていただけると分かるんですけど、うんうん、あの出演のアイドルさんと一緒にお写真を撮って、はい、まあ、ツイッターに載せたりとか。知ったんですけど、はい、それってそれ本当のメンバーがやってたの？びっくりした。なんだなんだ、何言ってるんだ。すごいね、ラックユーアイドル編集部の皆さんね。そうですよ。そう、ステージに立ってるだけじゃないんですよ。そうだね。まさにはね、うんうん、こんなこともね。なんかアイドルさんと写真たくさん撮ってて、私羨ましかったです。ごめんなさい。いいじゃん、いいじゃん、よし写真撮ったんだから。そうですね。来月は交代しましょう。そうだね。お願いします。そうで、まあもう一方でまた、うん、ちょっと裏の方で、まあ、まだちょっと詳しく言えないんですけど、うん、ラックユーアイドルパスの最新号の方をちょっと動いてて、あ、動いた、そうだ、動きました、これ、まあ、うん、掲載アイドルさんにちょっとお写真撮ったりとか、撮って、やっぱ私たちってできるアイドルなんですよ、うん、できるから何かイベントがあったらそれと同時に掲載も動くだから、目力がすごい。やりましたね。そうです、だから言葉が変わりました。いや、でも本当に皆さん、なんか私たちはね、アイドルだと思って舐めてもらっちゃ困るんですよ。いや、アイドルじゃない。アイドルじゃない、ただのアイドルじゃない。そう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 、それが伝えたくて、新感覚アイドル。ちゃんと裏でやっぱりそれぞれ運営さんいらっしゃるじゃないですか。いますね。名刺交換したり、あとやっぱアイドルパスの掲載のことで、今日掲載返信だったんですけどどうですかみたいな。いや、結構意外に言うと結構本当に仕事してる感急に出ます。確かに。そう、まあ、仲良くなること大事ですね、運営さん。いや、大事ですよ、本当に。フレンドリーな感じでね、うん、やったりとか。でも毎回ね、あ、何回目だ、みんなは主催出たのが2回目です。で1回見学レニーだと、あ、そうだね、1回見学で出たのは2回。そうですね。
見学の時はまだお披露目してなかったですね。ああそうですね、懐かしい、ね、でもだんだん慣れてきたかな、慣れてきた、だいぶ空気に慣れておきました。空気に、空気に、あの客席の空気に。あ、客席もね、私1回目やられたんで。そうなんですよ、いや、あの、まあ、あの、いわゆる最善管理って言葉があるじゃないですか。あ、あのね、最善管理、そう、自分の推しが大好きで一番前で見たいというがゆえにずっと前に張り付いてるお客様。そう、そう、あの、全然いいことなんですけど、いいそう、いい、やっぱりちょっとなんだろう、私たちのライブの時もあのにっこり見ていただけたら。そうですね、いやでもなんかそんな1回目を経て2回目、うん、私はあの、うん、無限大のセリフの部分で最善管理の人を煽ることができました。すごい、すごい、一緒にバイブスぶち上げていこうぜ的なことを言いました。なんかノリが変わんないもん。あれ、そうだったっけ、あの曲でしょ、無限大の、そうそう、あの曲、そんな曲だっけ、感想とかみたいな感じ。そう、だいたい、まあ、アイドルパス皆さん手にして楽しんでいきましょうみたいな可愛い感じだけど、新しい新時代だね。バイブス、バイブスぶち上げていこうぜ。若者なので、初めてなんで一応。あ、そっかそっか、元気だからね。タピオカルンルンラックユーみたいな感じで、ね、いいですね、それ。行きますか、タピオカ。ニカラマさんのあれです。一方であの今回ユリピンが全くと言っていいほど喋ってないんですけど、元気になっちゃってる。ユリピンはどうだったかな、18日。18日、うん、あの MC、 あの MC、 あの前説の時、うんうんうん、すっごくすっごく緊張しちゃってて、本当、うん、たくさん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 の葵、うん、さんに助けていただいて本当に本当にすっごい助かってます。伝わっていない、助けました、伝わったね、ここも通ってね。そうなんだ、やっぱそれぐらい緊張したんだ、ゆりぴん。はい、めちゃくちゃ緊張しちゃって。ピンやった、ピン、あ、やればよかったです。あ、ピンもできないほどの緊張、できないほど緊張してたの。やんなかった、ライブ中はピンやった、ライブ中、何、どうしたの、どうしたの、初めてですよ、このペーパーアイドルのスタジオに防寒具持ってきて頭から被る人を緊張しすぎて、緊張しすぎて、つい可愛いです。そうですね、もう可愛ければ全て OK です。そうだから、あの主催イベントの日はですね、本当にまあ前説も始め、ね、でライブがあって後説もあり、で合間にアイドルパス販売したりといろんなところでね、ラクアイドル編集部活躍してるので、ね、ちょっと皆さんいろんなところに注目してください。そうですね、ライブも楽しんでね、行きましょうね。はい、ということでこの時間は最近の活動についてお話ししました。この後は SIR の皆さんが登場します。SIR チーム ST のトネサエナと小松美恵のプリンアラモードの2人がおいしいよ。ずっとめまーす。あらー、最初から気が合わなかったですけど、いや、そんなことない、大丈夫、楽しい。はい、ということで、はい、ST のですね、元気印の2人でですね、今日は構成のコーナーを盛り上げていこうと思うわけなんですけども、はい、さあ今日はですね、SIR 9期候補生11月1日から11月18日までの総合ランキング上位4名を発表します。なんと、なんと初めてのランキング発表らしいじゃないですか。いや、毎年ねドキドキする時期なんですけれども、はい、で今回のご褒美が東京 MX 東京オーディションカッコ仮の出演権でございます。候補生にとってはね、うん、初のランキング発表なので、はい、みんなねドキドキしながら待ってると思うんですけれども、はい、はい、ということで、ね、じゃあもうありますよ、時間もあれなんです、すぐね行っちゃいましょうかね、ということで、はい、それでは発表していきたいと思います。はい、
11月1日から11月18日までの総合ランキングの発表です。第4位はドゥドゥン、さあこちら、デデン、イエーイ、日高菜乃香ちゃんです。イエーイ、どうぞ、はい、どうぞ。じゃあこちらにどうぞ、どうぞどうぞ、一番ね奥に、はい、ありがとうございます。おめでとう。お、大丈夫かな、 Be careful。 いいね、いいよ、いいよ、いいよ、嬉しいよ、可愛いよ。ありがとうございます。おめでとうございます。じゃあちょっとね、サクサクっと順位だけ先に発表していきたいと思います。それでは気になる第3位の発表です。テケ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 、ちょっとこれ手袋がね、テケ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 、デデデン、はい、クルスユキちゃんです。イエーイ、おめでとうございます。ユキニャン、おめでとうございます。アンダリガール、はい、はい、どんどん行きましょうか。どんどん行きたいと思います、はい、それでは続いて第2位の発表です。はい、テケ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 、デン、はい、安井京子ちゃんです。キョン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 、おめでとうございます。はい、はい、ということで、はい、残すあと1人ですね。もう初めての候補生の総合ランキング、はい、第1位を獲得したのは、テケ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 、デデン、ユミ、ユミカちゃんです。ユミユミ、あら、はい、はい、ということでですね、こちら11月1日から11月の18日までの総合ランキングの1位から4位を発表させていただきましたけども、はい、うん、いやー、初めてのランキング発表ということで、ね、じゃあちょっとね、気持ちの方を一人ずつ聞いていただきか、聞きたいと、はい、思います。私まで緊張してきちゃいますね、これ。ね、もう伝わるよね。はい、では第1位を、いく？第1位をね、あの獲得した、はい、ユミユミカちゃん、はい、まずは1位おめでとうございます。ありがとうございます、ありがとうございます。ユミユミカちゃん、どうですか、1位いただいた気持ち。あの、すっごく嬉しくて、うん、でもなんかびっくりで、あの、今喋りすぎたらなんか泣きそうで、さ、あの、この後のライブがやばいことになりそうなんで、なんかどうしようかなっていう感じです。あの、本当にありがとうございます。本当に、あの、この候補生期間がスタートしてからの今までので、一発目の1位取れるのはすごい、本当に自分自信持っていいことだと思います、うん、ありがとうございます。私は候補生の時一回も1位取ったことありませんので、はい、もう本当にこれは自信を持って、ここからみんなを引っ張りつつも、もう自分をグイグイとアピールしていければいいなと思います。ということで、ユミユミカちゃんが1位おめでとうございます、はい、ありがとうございます。さあ続いて、じゃあ第2位のきょんちゃん。はい、いや、もうまさかまさかの、まさかすぎて、もう呼ばれへんと思って、もう奥でずっと、もうなんか呼ばれないと思うのも応援してくれた人に失礼なって分かってるんですけど、っていうぐらい、あの、自信がなくて、でも本当に、あの、嬉しいので、まだまだ満足せずに、この先の中間あれも頑張って、うん、頑張って頑張って頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。嬉しい、すごい、あの、皆さん遠くからだから見えないかもしれませんが、目にうすらとね、涙が見えておりまして、私は、いや、それぐらいね、本気でね、やってるからっていうことだよね。すごい今嬉しい気持ちと一緒に、うん、あの、おめでとうの気持ちが芽生えました、はい、おめでとうございます。ございます。では続いて第3位を獲得しました、クルスユキちゃん。はい、サインありがとうございます。今回ですね、中間発表で、サインもとっても嬉しいんですけど、もっともっと上を目指して、あの、もっともっと、あの、ダンスとか、あの、歌とか、あの、もっともっと上達 していきたいと思いますので、これから成長を見守っていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。じゃあ第4位で発表されました菜乃香ちゃん。はい、私芸能活動自体が初めての
ことなんですけども、うん、まさか呼ばれるとは最初思ってなかったんですけれども、これであの最初の特典の方をいただくことができて、ファンの方々に一番最初のお返しはできるかなと、その場でその特典の場でお返しをしたいなと思っております。本当に皆さんありがとうございます。はい、いやでもあれですね、うん、このまだこの順位の期間の時はまだ楽曲披露はしてそうですね、してた、まだライブは一発目で18までだから、昨日そうだよね、昨日初めて好きだを発表したということは、うん、まだじゃあライブパフォーマンスをしてない段階の配信だったりブログリポートだったりっていうところの、項目で、いろんなところを見ていただいてのこの順位ということで、うん、じゃあ1位のゆみかちゃんは、はい、なんか自分的に一番この1週間頑張ってきたというか2週間か頑張ってきたというか力入れてたことは、ちなみに私は、うん、なんか全部一生懸命やってきたんですけど、うん、やっぱりあのなんかマシェバラの配信であの順位が結構目に見えてわかるじゃないですか、うん、でそこでなんかファンの方がその順位をこう夜な夜なこう上げてくれようとして、一生懸命こういろいろギフトとかを投げてくださったので、なんかマシェバラの皆さんの貯めるのと課金のおかげなんじゃないかなリアルだね、リアルだね、リアルだね、リアルの匂いしてきたよその言葉にね。いやでももちろんこれからライブとかいろいろな、うん、あのリポートとかも一生懸命頑張って、うん、どの項目でもなんかすごいってなるように頑張りたいと思います、うんうん、はい、さっきもちょっとありましたけど、うん、あの11月18日のラックイアイドルフェスのレニーで新曲の初、うん、あの好きだの初披露があったということなんですけど、うん、それに関してはどうでしたか。じゃあ2位のきょんちゃん、はい、いや好きだ、私ダンスと歌が本当に大好きで、本当にこの日がすごい楽しみにしてたんですけど、みんなで頑張らなきゃ意味がないっていうことで、なんか候補生なのになんか教えてあげるとかあんまり仲良くなりすぎるのもいかがなものかみたいないう意見もありまして、うん、いやそこが微妙な気持ちになったこと何回もあったんですけど、やっぱりみんなが一緒に出たいっていう気持ちが大きくて、うん、そのなかなか合格できない子もたくさん頑張ってくれて、みんなで本当に踊ることができて本当に楽しかったので、まだまだ伸びしろがあると思うんですけど、うん、これからも頑張れるなっていういいあれになりました。もういい走りになりました、ね、いい走りになりました、いいスタートを切れたということですね、はい、今回ねあのいつもと違ってチーム制で分かれてないというのもあって、うん、8人みんなで協力しつつも3ヶ月のサバイバルレースを、みんなで戦っていってほしいなと思うんですけども、はい、こんな話をずっとしていたらもうあっという間に時間がやってきてしまったんです早いよね、早いでございますが、うん、皆様ね9期候補生のサバイバルレースはまだまだ始まったばかりなので、引き続き皆様の応援よろしくお願いいたします。お願いします。はい、ということでですね、ここからは SIR からのお知らせをさせていただきたいと思います。 SIR セブンスワンマンライブ各編2019の初日大阪を迎えまして、ただいまツアー開催中でございます。やったー、はい、大阪はね大盛況で満杯でね、はい、あの迎えることができて、ね、そしてですね今この放送段階ではもう札幌の AT 公演も終わっております、うん、はい、そしてですね次は12月の8日日曜日に福岡 CB でチーム ST が、12月15日の日曜日名古屋 X ホールでチーム AT が、12月22日の日曜日新潟ゴールデンピックスブラックステージでチーム ST が、やったー、そしてツアーファイナルは2020年1月の6日月曜日ゼップ東京でやった、イエーイ、皆様まだまだチケット売ってますんで、はい、ぜひ買って遊びに来てください。はい、そしてツアー中になるんですけれども、12月2日の月曜日、ミュー小松プレゼンツ SIR スーパーオーディション with 小松ミュー生誕祭渋谷クラブエイジャーでやらせていただきます。たくさんの方に遊びに来ていただきたいので、皆さんぜひぜひ予約して遊びに来てください。お待ちしています。お待ちしてます。はい、そして私たちはここでお別れとなります。それでは皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。おめでとうみんな。全国イケメンボーイズユニット情報誌ラクユーボーイズパス9月1日新創刊、創刊号の表紙は原因は自分にある。
ダンス&ボーカルユニットからアイドルまでボーイズグループ全37組を掲載。お得なクーポンもたくさんついています。そして楽優ボーイズ編集部メイドも指導、ボーイズパスの企画編集制作を担当、全国で主催ライブも開催していきます。詳しくは楽優ボーイズパスで検索。この番組はサンスポ PS リポートラックユーアイドルパスの提供でお送りしました。さあ早いものでラックユーアイドル編集部のペーパーアイドル、そろそろお別れの時間です。あっちもやな、ここでラックユーからのお知らせです、ラックユーアイドルパスボリューム13関東プラス東日本版西日本版発売中です。イエーイ。表紙はどちらもフェスティブさんです。イエーイ。クーポンがたくさんついてるので手に入れて活用してください。お願いします。ゲットしてください。そして、12月7日なんですけれども、タワーレコード川崎店さんにてリリースイベントが決定しました。はい、こちら観覧無料となっておりますので、はい、ぜひぜひ詳細はまた後ほど告知したいと思います。はい、そして12月9日はラックユーアイドルフェスが新宿レイニーにてあります。フェスティバさんをはじめ豪華なアイドルさんたちが多数出演しております。そしてそこにはアイドルに世界一受けてほしい授業、アイドル塾が公開収録もあります、そこでアイドルさんたちの個性や普段見れない魅力などが見れるかもしれません。ぜひお楽しみに。前売りチケット発売中です。ドラマチックだな告知は、そこからの12月の29日なんですけれども、はい、私福島由香の生誕主催公演を福島県の郡山市で開催させていただきます。会場は郡山ヒップショットジャパンということで、素敵なゲストさんとともに私も夢のステージで頑張りますので、生誕のチケットぜひ買ってください。よろしくお願いします。お願いします。この番組は毎週公開収録でお届けしています。収録は毎週水曜日の午後7時から東京浜松町文化放送1階のサテライトプラス広場にて行っています。ですが次回公開収録は12月6日金曜日、いつもと曜日が違うのでお間違いなく、はい、はい、お願いします。収録後にはライブもありますので、皆さんもぜひ文化放送に遊びに来てください。そして番組では皆さんからのメールを大募集しています。番組へのご意見ご感想、 SIR ラックユ編集部やゲストさんへの質問など何でもお待ちしております。アドレスはすべて小文字でペーパーアットマーク joqr.net です。そして来週の放送はラクユボーイズ編集部メイドが登場します。お楽しみに。またこの番組は YouTube でアーカイブを公開しております。詳しくはペーパーアイドルの公式サイトをご確認くださいませ。なんか微笑ましいですね。微笑ましいです。本当に。はい、それではここでお別れです。本日のお相手は私たちラックユアイドル編集部の難波葵と福島由香と河合ゆずかと浜野真由美と西島由里です。バイバーイ。